百武彗星、百武彗星、百武彗星、コメツ百武 C、1996B には、1996年1月に、日本のアマチュア天文家で、コメットハンター、彗星創作家の百武雄二が発見した彗星。百武彗星は、1996年1月の、発見から2ヶ月後の同年3月に、地球に非常に近い距離を通過した。 百武彗星は、1996年の大彗星、ザグレート・コメッツ・オブ1996とも呼ばれ、過去200年間で地球に最も近づいた彗星の一つである。このため、地球から見た彗星の高度は非常に明るくなり、世界中で多くの人々がこの彗星を観測した。その人気は、翌年に大彗星となることが前年から待望され、 当時木星軌道付近まで近づいていたヘールゴップ彗星を一時的にしのぐこととなった。しかし、百武彗星が最も明るかった期間はわずか数日間に終わった。百武彗星の科学的観測によっていくつかの大きな発見がなされた。彗星研究者にとって最も驚きだったのは彗星からの X 線の放射が発見されたことであった。百武彗星は 水星からの X 線放射が見つかった初めての例である。この X 線は太陽風に含まれる家電粒子が水星のコマの中性原子と相互作用することで放射されると考えられている。また、太陽探査機ユリシーズは百丈水星の核から5億キロメートル以上離れた距離で偶然にもこの水星の尾の中を通過した。このことから百丈水星が これまで知られていた彗星の中で最も長い尾を持つ子が確認された。百武彗星は長周期彗星である。前回太陽系内を通過する以前には、その軌道周期は約1万5000年であったが、太陽系の巨大惑星からの重力的影響によって、現在ではこの周期は約7万2000年に伸びている。百武彗星は、 1996年1月31日、JST に日本のアマチュア天文家、百武雄二によって発見された。百武はそれまで、福岡県で数年にわたって、水星捜索を行っており、農村地域のより暗い空を求めて1993年に、鹿児島県に転居した。百武彗星の発見時、百武は強力な十五 x 百五十双眼鏡で、 相点創作していた。後に大水星となる、百武水星は、百武が2番目に発見した水星で、この発見のわずか数週間前の1995年12月26日に、百武は、最初の水星 C、1995Y1 を発見していた。1月31日、百武は、この最初の水星、この水星は、 肉眼等級になることはなかったを再観測していた時にたまたま第一の水星の発見位置近くの空を眺めた。驚いたことにその天域にはもう一つ別の水星がいた。この第二の水星の位置は第一の水星の発見位置から3度ほどしか離れていなかった。百武は第一の水星発見のすぐ後にもう一つ。 彗星を発見するなどとはほとんど信じられなかったが、翌朝に自分の観測データを国立天文台に報告した。その日の遅くになって、百武の発見は別の独立観測によって確認された。このように、百武の名前が命名された彗星が2個存在するため、区別するために C1996B2 を非公式に、百武第二彗星と呼ぶ場合がある。 これは、基本的には2回以上の回帰が観測された、周期彗星に用いる命名方法であるため正式なものではないが、天文ファンや公共天文台の一般向け資料などで用いられる場合がある。百武彗星は、発見時の高度が11.0等で、コマの大きさは約2.5分角だった。発見当時、彗星は太陽から約 2AU の距離にあった。 あとに、この水星の発見前の像が1月1日に撮影された写真上で見つか。この時水星は太陽から約 2.4au の距離にあり、高度は13.3等だった。百武水星の軌道が最初に計算されると、この水星は3月25日に地球からわずか 0.1au という近距離を通過することが明らかとなった。 これよりも近い距離まで接近した水星は過去100年間で3個しか存在しない。当時はヘールボップ水星が大水星になる可能性がすでに議論されていたため、百丈水星も明るくなるであろうことが天文学のコミュニティで知られるようになるまでにはやや時間がかかった。しかしこれだけ地球に近づくということは、百丈水星が大水星になる可能性が非常に大きいことを意味していた。 この水星が明るくなると予想されたもう一つの材料として水星の軌道から考えてこの水星は前回約1万7千年前に太陽系内部に回帰していると分かった点が挙げられる。このことは百武水星が軌道周期数百万年というオールトの雲から初めてやってきた水星ではなくおそらく過去に数回太陽に近づいていることを意味している。 太陽系内部に初めてやってくる水星は初めは急速に増光するが太陽に接近するにつれて核表面にある揮発性物質の層が蒸発するためにかえって暗くなってしまう。1973年の古法テク水星がこの典型例で当初は正規の大水星として宣伝されたが実際には中程度の高度にしかならなかった。 これに対して古い水星の場合にはより一貫した予測可能な増高パターンを見せるものが多い。また、地球に極めて近づくことに加えて、この水星の軌道から、この水星は地球最接近の頃には北極星に非常に近い位置を通過するため、北半球から一晩中見られることが分かった。ほとんどの水星は最大高度の時期には、天球上で太陽に近づいているため、 白明のない暗夜の時間帯には観測できないのが普通である。百武彗星は1996年3月初旬には肉眼で見えるようになった。3月中旬には彗星はまだあまり目立たず、高度4等で尾の長さは5度程度だった。しかし地球最接近に近づくにつれて急速に増高し尾も長くなった。3月24日には 夜空で最も明るい天体の一つとなり、その後は天球上で三十五度にまで伸びた。この彗星は特徴的な青緑色をしていた。三月二十五日に百武彗星は地球に最接近した。最接近時には夜空を非常に速い速度で移動し、わずか数分間で恒星に対して移動しているのがわかるほどだった。この日の百武彗星は三十分で満月の直径分。 約0.5度を移動するという高速で空を移動していった。観測者の報告では、水星の明るさは、約0等で、尾の長さは80度に達した。水星の駒は、北半球の中緯度地域ではほぼ天頂近くに見え、直径1.5から2度角で、満月のほぼ4倍の大きさに見えた。水星の頭部は、シーラジカルの強い気線によって、肉眼でもはっきりと緑色に見えた。 百武彗星が最大高度にあったのはわずか数日間だったため、百武彗星について、翌年にヘールボップ彗星が世間の人々に与えたのと同じような強い印象が世間に広がるには至らなかった。特にヨーロッパの観測者の中には天候不順によって最大高度の時期に百武彗星を見ていないものも多い。地球接近後、百武彗星は、 約二等級まで減高した。彗星は1996年5月1日に近日点に達し、再び増光をして地球通過時によく見えていたイオンテールに加えてダストテールも見せるようになった。しかしこの頃には彗星は太陽に非常に近い位置にあったため容易には見ることができなかった。百丈彗星の近日点通過は太陽観測衛星双法によって観測された。 この時の画像には、彗星と同時に、太陽の大規模なコロナ質量放出が記録されている。近日点での太陽から彗星までの距離は0.23、au で、彗星軌道よりもかなり内側だった。近日点通過後、百丈彗星は、急速に暗くなり、5月の終わりには、肉眼で見ることができなくなった。彗星の軌跡は、南の空へと下がり、 近日点通過後には観測報告は大きく減った。地上からの最後の観測報告は1996年10月24日のもので、この時の高度は16.8等で、コマはもはや見えなかった。百武彗星は、かつて約1万7000年前に太陽系内部を通過したと考えられている。1996年の回帰の際に太陽系のガス惑星から、 重力相互作用を受けた結果、その軌道は大きく引き伸ばされ、次に太陽系内部に再び戻ってくるのは約7万2000年後とされている。しかし一方で、光転周期を約11万4000年とするデータもある。太陽探査機ユリシーズは1996年5月1日に百武彗星の王を通過した。王を通過することは計画されていたものではなく、 予想外だった。ユリシーズがこのような遭遇をしていたことは知られていなかったが、1998年にある研究者たちがユリシーズの古いデータを解析した際に、ある時期に陽子の通過個数が大きく減少し、また局所的な磁場の方向と強度が変化していることをユリシーズの観測装置が検出しているのを見つけた。研究者らは、このデータは探査機がある天体、 おそらくは、水星の鉱石を横切ったことを示すものと考えたが、これに対応する天体を同定することはできなかった。2年後、2つの研究チームが独立にこの時の現象を分析した。磁力系担当のチームは、上述の磁場の方向の変動の様子が、水星のイオンテール、プラズマテールで生じると考えられる、火が城作りのパターンと一致することに気づいた。 磁力系チームは、この原因となる容疑者を探した。当時の探査機の位置近くには、基地の彗星は存在しなかったが、さらに広い範囲を探したところ、百武彗星が1996年4月23日に、ユリシーズから約5億キロメートル離れた位置で、ユリシーズの軌道面を横切っていることを突き止めた。この時の太陽風の速度は、約秒速750キロメートルだったため、 水星の尾の物質がこの速度で、ー道面から約45度離れ、3.73au の距離にあったユリシーズ探査機の位置まで流されるには、約8日かかると推定され、この磁場測定データから推測された、イオンテールの配置は、百丈水星の軌道面上にある、水星角の位置とよく合っていた。もう一つのチームは、探査機のイオン素成分光系のデータを調査し、 磁場の変動と同時に家電粒子の検出個数が突然大きく増えていることを発見した。この時に検出された元素の相対存在度から、この現象に対応する天体は水星に間違いないことが明らかになった。このユリシーズと百丈水星の遭遇から、百丈水星の王は少なくとも5億 7000km 以上の長さを持っていたことが分かった。 これはそれまで知られていた最も尾の長い彗星である1843年の大彗星の尾の 2.2au に対してそのほぼ2倍に達する長さである。地上からの観測で百0彗星にエタンとメタンが見つかった。これらのガスが彗星から検出されたのはこれが初めてであった。科学分析によってエタンとメタンの存在量はほぼ同じであることわかった。 これは水星の氷が太陽から遠く離れた星間空間で作られたことを示唆するものと考えられている。太陽の近くではこのような気発成分は容易に蒸発してしまうためである。百丈水星の氷は20系以下の低温の環境で作られたはずであると推定されており、このことはこの水星の核が平均的な星間雲よりは 密度の高い環境で形成された可能性を示している。百竹水星の水の氷に含まれる重水素の量も分光観測によって決定された。重水素と軽水素の比、D、H 比は約 3X10 で、これと比較して地球の海水での値は約 1.5X10 である。地球の海水の起源を説明する説の一つに、海水の大部分は 水星の衝突によってもたらされたとする説があるが、百武水星や、その他のヘールボップ水星、ハレー水星などの水星で測定されている高い DH 比は、この説とは矛盾を生じることになる。観測により同定された物質として、イソシアン化水素、アセトニトリルなどの窒素含有化合物、硫化カルボニルに硫化炭素などの硫黄を含む分子が報告されている。 百0竹彗星の太陽系通過によってもたらされた驚くべき成果の一つに彗星から X 線の放射を発見したことが挙げられる。これはローゼット衛星の観測で判明したもので彗星の駒から非常に強い X 線放射が観測された彗星からの X 線放射が観測されたのはこれが初めてだったが間もなく研究者はほぼ全ての彗星が X 線を放射していることを発見し、百武水星からの X 線は核を取り囲む三日月状の領域で最も強く、この三日月型の橋は太陽の反対方向を向いていた。この X 線放射の原因はいくつかのメカニズムが複合していると考えられている。太陽からの X 線を天体が反射する現象は月のような他の太陽系天体でも見られるが、 百丈0彗星の X 線フラックス全体を太陽 X 線の反射で説明することはできないと思われている。彗星の希薄なマでは X 線を十分に反射することができないためである。太陽風に含まれる高エネルギー粒子が彗星物質と相互作用して X 線を放射するという過程も彗星からの X 線の多くに寄与する有力な候補と考えられている。2000年に チャンドラ衛星によって行われた LINER 水星の観測で、この水星から観測される X 線の大部分は太陽風に含まれる窒素及び酸素のイオンと水星のコマに含まれる中性水素原子との衝突にいる家電交換反応で生成した冷気温から放射されていることが明らかになった。アレシボ天文台でのレーダー観測によって百武水星の核は 直径約2トルで核から数メートル毎秒の速度で放出された小石サイズの粒子の雨あられがその周囲を取り巻いていることが分かった。この核の直径の測定値は赤外線放射や電波の観測から間接的に見積もられた値とよく一致している。このように核のサイズが小さいハレー彗星の核は直径約 15km ヘールボップ彗星は 約4 0トルことから、百武彗星は、増高時に、かなり激しい活動が起きたことが示唆されている。多くの彗星では、ガス放出は、核表面の狭い範囲でしか起こらないが、百武彗星では、表面の大半、または、全体で、放出活動が起こったと推定される。ダストの放出率は3月初めの時点で、約2 0ラム、S。 近日点通過の頃には3 0ラム、s まで増加したと推定されている。また同じ期間にダストの放出速度も秒速5 0ルから秒速5 0 0ルに増加したとみられる。また、核から放出された物質を観測すると核の自転周期を見積もることができる。百丈彗星が地球を通過した時、彗星物質の大きな塊が 太陽の方向に向かって6.23時間ごとに放出される様子が観測された。さらに別の小規模な放出も同じ周期で観測されたことから、この周期が核の自転周期であることが確認された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。